赤い鳥欲しかったな。電気あれあれさと土あえあれ想像と違ったな。でスティング、はいはいはい、ここね。色地はいいんだよ。色地はなんか新たなさ、攻撃的なさ、サソリか、やっぱりさっきの虫か。イベントに焼きがありません。なんで自爆するこいつら。おー広い。ここはこいつが幅利かせてんの？竜と電気。草と土。なんかいる。稲妻じゃねえ。あ、もう犬超いるじゃん。あ、それ使うの。へえ。あれなんだ、図鑑割と開けた。紙ならし、あ、君たち紙ならしっていうのね。はいはい、図鑑結構開いたんじゃねえこれ。あ、もうがっつりこの辺からだけだね。よし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 、すごいなあ。 あれ広いぞここ。あそこにファストトラベル、建物がある。建物が広いなあ。しかしいや、ほぼじゃないね。だって見た感じ。あ、俺こいつ捕まえてねえや。あ、俺こいつもし、あ、これ、氷なんだ。こいついいよな。こいつも結構、いいんだよな。60まではもう全部埋まってるけど、ここ、うん、76までか、ほぼほぼだね。でも言うて結構埋まってない？こんなやついた？
見たこのやつ。あ、これあれ？あのボス？うん、なんかすごいね。うわ、これほら、あれじゃん。そろばん。そろばんじゃん、こいつ。あ、こいつか。こいつか、ボスは。あ、ファーストトラベルあるね。ちょっと開けちゃおう。スザク、お前は。ここは何の塔だ？無理だね、オッケー。ここまだ人出会ってないぞ。スザク超いる。おい、強いな。もううるさいな。ファストトラベルをただ開けたいだけなんだけど。砂ペント、あれ、なんかこいつも見た、あの水でいたぞ。あれ、この中入れないのかな。なんか入り口がどこかわかんないぞ。あ、よし、マーカス・ドライデン。なんて誰だ。あ、最後だ。マーカス・ドライデンの日記。ちょっとごめん、わかったわかった、ちょっと読ませてくれ、頼む。おい、なんか島あんじゃん。なんか希少なやついるんじゃないの。希少系なやついるんじゃないの。シャバがいつも穏やかってわけじゃねえ。シャバがいつも穏やかってわけじゃねえ。ちょっと風が吹いただけで俺の手に入るはずの金が減る。今日もイラン知恵をつけた密漁団の野郎どもが勝手に薬を流そうとしやがった。アホどもの処理は俺の相棒ホルスの仕事だ。俺によく似て砂遊びが好きらしい。いや、砂を食うのが好きなのか？ん？だよ、その目は。今日も餌はねえよ、砂食って。なんだこれ。ちょっとよくわからない。おっと、木の上に。君らが肉食かどうかわかんないけど、ちょっと肉をあげるわ。戻ってきちゃった。これいけんじゃねえか。
まさか地下から行くってことないよね。完全に入れないけど。ここまで来て入れないの？ちょっとまあホルスとかいるらしいからちょっと見に行くのもあり。ああパル強化期間なのにマップ広げちゃって冒険しちゃってんな。広すぎだよここ。あっちのファストトラベルの方行こうかな。なんか上がれなそうじゃない？そしてあのエルデンリングは行けるのかな？行ってみよう、あの建物の近くまで。あー飛ぶんかな、やっぱ飛ぶか。なんかさ飛ぶもさ、あの虫のやつと一緒でさ、スモールランドと一緒でさ、スタミナだったじゃん。あの飛ぶ全然好きじゃない。おっおい、雷蔵の群れ、雷蔵の群れ。電気雷蔵かな。あれこれもしかして犬妻、これ今やばいんちゃう。俺電気雷水入ったの。これそうね、やっぱ入れてた方がいいかな。あ、そうだよね。砂漠の町。あ、これ町ですか。日はいいよな。一昔前こんな眠たくなるようなこと言ってられなかったんだ。生きるか死ぬかの日々の連続で、でもあのお方が来てから全てが変わったんだ。人間らしい生活ってのがさできるようになったんだよ。こうやって何を奪われるん、こうやって何を奪われる心配もなく、何かを奪われる心配もなく焚き火ができる。そんなことでさえ幸せを感じることができるんだ。ありがたいよな。もちもち焼けてきたな空海。あ、高温だ。ちょっと待って俺、あ、はい。あ、エルデンリングもう決まったんだ。うわー、もう俺この前ちょっと触ったよ。そういえばとんでもなく操作を忘れていても大変だったわ。ボロボロじゃん、ここ。ねえ、エルデンリングってさ、俺ちょっとやってて思ったんだけどさ、前やったじゃん、思ったんだけどさ、話って理解できる、ちゃんと。ちゃんと聞いてさ、話してたらちゃんと理解できる、あれ。言い回しが難しくてさ、
一回じゃ無理でしょ、一周じゃ無理でしょ。あー、そんなにかな。弾打ってるのでかいなマジで。弾打ってるのいいわ。出た。あーあー、やっぱ結構きついよね。いや、わかる。言い回しめっちゃむずいんだけど。1マーカス・ドライデンドの日記1。たく、この辺りのやつらどいつも薬ばっかで本当にクソだな。いくら取り締まってもラジが上がねえ。こんな世界で自警団なんかやるもんじゃねえな。今日取り締まったやつは罰金すら払えなかったし。え？まあ薬を買うのに金払ってるからそりゃそうか。あいつら薬買った金が俺様に入ってるなんて知りもしないだろうな。薬買わせて人儲け。なるほど。おー、いい商売してんなお前。で、回ってねえじゃんかね。そして最後にその薬を回収すればまた売るための薬が手に入るって寸法だ。あいつらバカで俺は様は天才。でも金回ってないってよ。変わんないじゃん。頭の出来悪いっていうのは罪ってことなんだよ。わかるか？この島は差し詰め俺の砂遊び場ってとこだな。あいつら薬を流してるのも薬を取り締まってんのも他なら俺だってこと知らずに生きて死ねばいいんだよ。調子に乗らせればどうせ、みんたけに合わねえ、クソみたいな権利を主張するに決まってる。え？あれ、見ない顔で、砂漠に来るの初めて？悪いこと言わない。奥へ行くなら暑さへの対策をしっかりした方がいい。噂では砂漠のどっかに行って、あ、来た！来た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 ！砂漠のどっかに伝説のパルがいるらしい。軽い気持ちで奥に行って帰ってこなかった人は後を絶たない。来た来た来た！砂漠の奥に伝説だって。無謀なパルテイマーは嫌いじゃないけど、あなたはどうかしら。俺無謀じゃねえっす、全然。もし挑むなら同じ。よし。俺無謀じゃないでしょ。よくここまで来たな。大したもんはないが、ゆっくりしていくといい。夜になるとそれなりに冷え込むからよ。寒さへの対策も忘れずにな。この村は自警団のボス、マーカスさんが守ってくれてるから安心だぞ。お前ら分かってねえだろ。俺たちが、なんて読むのこれ。よし。ここじゃ目指すことを控えた方がいい。長生きしたいなら、そうだ。流浪のパルテイマーか。伝説、そう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 。パン3個くれた。優しい。でもお前パン3個じゃどうにもならんぞ多分。何かが浮いてる。おう、俺こっちから来たよね。北の方に行ってみれば奥なのか。
伝説のパールだってよ。一目見たいよね。伝説一目見たいよね。ワンちゃん、びっくりしたー。お前スザクじゃないか。夜光んの君。あそこかな、もしかして。この山の上とか？はーい。目見て死ぬか。運が良ければ捕獲できないか。ぐっ。夜光るなんて、スザクがもう光り方がえぐい。電気じゃん、電飾じゃん。あいつが伝説じゃん。もうインベントリーパンパンだよ。でもなかなか険しいぞ。伝説がいてもおかしくない雰囲気じゃないか。乗れないかも。行けないかも。あそこまで行ってもう自力か。これ自力で行ける？やべ。これ、しめ縄めっちゃいいな。ねえ、なんかいそうだよ。姿見えないのにさ、ぐるぐるぐるって言ってるからさ、でかいんちゃう？は？うざ！こいつらかよ。こいつら？え、違くね？こいつらだわ。うざ。もう紛らわしいね。もうめっちゃへこんだ寝方してる。なんかあったね。え、これ違うよね。絶対違うよね。いや、なんかいるぞ。いるいる、絶対いる。これち
この下にいるんじゃね。え、犬じゃないよね。あ、ツリーのとこだ。君そうやって出んの。いや違うよ、やっぱいるでしょここ。え、こいつ、まあそう簡単に誰も見たこともねえっていうパルが見つかるわけないか。伝説ってさ、砂漠にいるんだ。あ、そっか、ツリーのところの可能性あるな。でも本当に奥だもんな。まあちょっとマップを開ける意味でも。君誰？ライバード。もういい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 。本当にちっちゃい穴だったらやだな。おいおいおいいな、ここ。しかしめちゃくちゃ広いぞここ。地属性は草に弱いんだよね。草が弱点だよね。マジであれエルデンリングの木じゃん。でもただなんかなんだろうな、だだぴろーいってだけでそんなになんか恒例の教会はないのかい？ただね、宝箱探しやすいね。
密漁団エリート、あ、これじゃねえの、伝説の騎士って書いてあるよ。伝説って書いてあるよ、今のボスボスとしている、こんな感じでいるの。しかも何、つがい、あれ闇となんか無属性だって。え、めっちゃ普通におるやん。これかな、これだろう。伝説って書いてあったぞ今。わかりやすく伝説の聖騎士、伝説の黒騎士、わあ伝説見た。50はでも勝ち目ないな。しかもさ、え、無属性と あ、これだ。あ、お、え、ドラゴンでくればいいんじゃん。全然普通にいるんだ伝説って。しかも1匹だと思ったら2匹いるんだね。え、伝説か、確かに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 、普通にいられるとね。あー、でもそれは確かに。え、違うのかな。なんか激しいなぁ。いやでも確かに確かに、本当にちょっと疑うレベルだよね。でも名前に伝説ってついてたしなぁ。あー、ファーストトラベルあった。一旦こっちまで行かせろ。そうね、特別感ないよね。見た瞬間に今までと全然違う見た目だから。名前にも伝説って入ってたから伝説だと思ったけど、確かにそう言われるとそうだよね。なんか激しいなぁ、密漁団が激しいよ。パッシブ見れば伝説かどうか分かるの。見た目は伝説だったぞ。てか名前が伝説だったぞ、もうすでに。おーし。すげえな。伝説見たよ、俺。生きて帰ってくるぞ。とか言って全然違ったりしてね。だってでも一番北でさ、この辺ファストトラベル、なんだ水あんじゃん。ファストトラベルないんだよ。見る限り特になんかあるわけではないな。ちょ、水の方行ってみるか。確かにいる。見て帰ってきたやつがいねえっていう話だもんな。でも見たらやっぱさ、よく書いちゃうんだよ。勝てそうにねえから帰ろうぜってやつがいないんだよ。帰っちゃおう帰っちゃおうってやつがいないんだよ多分。やっぱ俺は挑んだら死ぬと思うからさ。
オアシス。ねえ。やべ、マップ探索だけで終わりそうな感じじゃん、もう。いや、どうだ、これ。そろそろでも新しいやつ捕まえていかないと、これ、テクノロジーが解放されないんだよね。テクノロジー解放したいからさ、一匹は捕まえとかないとダメだね。なんか荒々しいぞ。無理か。ここかな。何？だぞ。伝説あれだよね、めっちゃ疑い始めたわ。なんかコードをしてるやついないの？あ、まあちょっと君から捕まえようか。に君いくつ？ 39 か。あー、もうあれ持ってきてないもの、地属性持ってきてないもの。こいつ強くなったマジで。もう一回だな。死ぬか。ナイス、よくやった。ねえ、さっきの謎の音の方がいいよね。伝説感めっちゃあるよな、あれ。俺あれだと思ったもん。 8% ぐらい通せよお前、ゲームだろ。来たか？通せよ。やべえ、3%になっちゃった。マジかよ、もうないぞ。通してくれ、頼む、3%通してくれ、欲しい。今いけるのお前くらいなんだよ。
3%無理か。おっ、ムカついたわマジで、ほんとうぜえ。ここまで行ったもんね。